はい、おはようございます。本日はね、宮城の天然本マグロですね、巻き網が入荷ございました。今日はね、全部でね、数出ましたね、13本入荷しておりますね。大体91キロとか100とか、まあ70とかも入っておりますね。こんな感じですね。で、今ね、並行してね、生のインドマグロ、南マグロですね、そちらの方も入荷しておりまして、今見ました、こちら天然の本マグロと、それと、生インドですね、南マグロの入荷で並行になっている、並行に入っておりますね。もうようやくね、宮城の荷物もね、今からだんだん入ってきますので、こちらの方にちょっと期待してみたいと思います。じゃ、そんなところですいません、今日はありがとうございました。はい、おはようございます。今日はですね、これタコ足を紹介したいと思います。メーカーも写しておきましょう。はい、食べ方としてはですね、まあ、薄くスライスしてもらって、しゃぶしゃぶとかにしてもらったら美味しいと思います。ぜひ食べてみてください。ありがとうございました。はい、おはようございます。今日も暑いですね。その中でも順調よく入荷しております。まずですね、高知県からニザダイです。これはもう抜群です。まあ、前回もね、卸してる密室ご案内させていただきました。本日も大量に入荷しております。8月に入って、まあ、600品目ですか、値上げラッシュとなっております。まあ、そんな中でね、このお魚とても安くて美味しい、そしてね、しっかり内臓脂肪も入っていましてね、とても美味しいお魚です。ぜひね、こういった安くて美味しいお魚でね、何かこう家計を支えれるお手伝いができたら幸いに思っております。お作り一択ですね、ニザダイ。明日、まあ、週末にかけてね、各スーパーお魚屋さんでね、おそらくたくさん並ぶかと思われます。ぜひ食べてみてください。お作り一択、めちゃくちゃ美味しいです。はい、続きましてですね、ムロアジ、こちらなんとオリンピックでも金メダルラッシュが続いております。こちらのアジは金ムロアジです。めちゃくちゃ美味しいです。まあ、通常のムロアジと違ってね、金がつきます。それぐらいね、本当に内臓脂肪がしっかり入っていまして、とても美味しいです。お作りですね。はい、もうこれはもう抜群です。はい、こんなんですね、大きいですね、大体そうですね、1キロアップですね、金室味です。はい、さあ、そして同じく、はい、すいません、鹿児島からエビスダイです。はい、はい、とてもめでたいエビスダイです。はい、こちらもね、かなり鱗の硬い珍しいお魚です。はい、はい、エビスダイですね。そして、長崎五島から天然カンパチが入荷しております。はい、お作りですね、よく超えております。はい、そして、ぼちぼち増えてきたかなという感じですね。イサギです。こちらのイサギはですね、熊本から入荷しております。もちろんね、長崎の小鹿町からもイサギがぼちぼち増えてきたかなっていう感じですね。はい、そしてですね、こちらご覧ください。三重県から
小味、豆味かな。はい、とても綺麗な小味が入荷しております。まあ小味豆味というとですね、まあ皆さん、夏休みに入ってね、皆さんファミリーで、サビキ釣りに出かけられる機会が多くなってくると思います。ところがこれね、小アジ釣りしたらもう大量に釣れるんでね、一度ね、去年も説明解説させていただきましたけども、また今年もね、ちょっとこうさばき方をね、やってみたいと思いますんで、ちょっと加工場の方に行きましょうか。レッツゴー。はい、それではですね、小アジのさばき方、まずね、下準備からいきますね。まずね、ご家庭で、作るときはですね、まず下準備、まずね、海水、塩水を作りますね。少しこう、まあまあこれちょっと大きいんですけどもね、そして水を入れて、そしてね、塩を作ります。はい、そしてね、氷ガサーッと入れますね。はい、よし、これで準備は OK です。まずこれ作っといていただくと、はい、もう作っていただく、これ後で登場します。はい、これ後でね、もうこれ作っとくと。はい、よし、それではですね、小アジさばいていきます。さばくほどのね、手間やないんでね、まあまあもちろんこう包丁で、これね、小アジ、豆アジはね、このゼイゴ、ここ硬いんですけども、これぐらいのね、まあ、ちっこいサイズであれば、まず取らなくて結構です。どうしてもね、これぐらいの中アジ、大アジになればね、このゼイゴっていうのはとても硬いんでね、これを取り除く必要があるんですけども、もう こちらのこれぐらいのサイズであれば、全くこのゼイゴっていうのは取る必要はありません。はい、ではね、やっていきますね。もうこれだけです。押して引くだけです。もうこれだけ、もうこれだけですわ。ほんであとはね、押してこう引っ張るだけ。魚をほらそっと抜けます。こんな感じですね。もう一度いきますね。こう押して引く、はい、そしてちょっと押してもらったら出てくるんで、綿が出てくるんで、包丁もこう魚を引っ張るだけで、もうこれで出来上がりですね。はい、まあこういったやり方もありますね。はい、どうしてもね、お子様がどうしても頭、目玉が苦手という方はね、こういうふうに頭を取っていただく方法と、まあ私個人的なんですけどもね、私は頭が、魚の頭が大好きなもんで、頭ごと丸かぶりしたいということでね、こちら包丁なしでやり方ね、こちら下顎の方をちょっと押さえてこれパカッて開きますね。これこういうふうにもうこれ開きますね。もうとても簡単。あとはね、このエラをつまんでいただいて引っ張るだけ。そして胸びれがあるんで、胸びれも一緒に引っ張ってくる。これだけです。はい、もう一度いきますね。エラ蓋をこれ開きます。エラを取り出して、そして胸びれをこれこんな感じで綺麗に取れます。はい、こんな感じですね。はい、本当ね、これ包丁いらずでとても簡単です。あとはね、先ほど海水をね、用意していただいたボールバケツの中にお魚をね、入れてね、あとちょっとね、爪でね、指でね、こういうふうに取っていただいたらもう簡単に取れるんでね。はい、これだけのもの、これだけの、こういう感じ。はい、これも
きれい。あとはこういう風にね、混ぜるだけ、きれいに混ぜるだけ、もうこれで出来上がりです。あとはね、血合いがね、残っていれば、かき混ぜることによってね、とてもきれいに取れるんで、これで出来上がりです。はい、あ、やっぱりきれいですね。はいはい、きれいに出来上がってますね。はい、こういった感じで、出来上がりです。あとはね、唐揚げにしていただき、また南蛮漬けが最適と思います。どうしてもね、頭が苦手なお子様がいらっしゃれば、こういった形で、唐揚げにしてくだされば最高の おかず、またおやつにもなるんでね、ぜひ試してやってみてください。そしてね、皆様一つだけ、一点だけ注意事項。これね、アジ、ここ、これ、これでいこうか。これがいいだね、これ。この、ちょうどね、ここ、トゲが2本出てるの、これ。これ結構ね、痛いんですわ。ここだけ注意してくださったらね、問題ないです。でもね、全然全く問題ないです。これ。引きちぎったらこれも一緒に取れるんでね、全然問題ないですね。はい、これ、はい、まあ、こういった感じでですね、皆さん夏休みファミリーフィッシングに出かける機会があると思うんでね、必ずこれ100以上釣れると思います。ぜひね、お母さん調理大変ですけどもね、これはね、皆さん家族でみんなね、こういう調理方法でやればね、もう一撃に終わるんでね、お母さん一人でやるんやなしにね、もうお子様もお父さんも一緒に、こういった料理方法、またね、家で持って帰ってきてやるんもよし、そこの、釣り場でね、やって、まあもちろんゴミは持って帰るんですけどもね、そういうふうに処理して持って帰るんもいいし、こうやってもう一撃に終わる調理方法です。ぜひね、試してやってみてください。どうかね、皆さん暑いですけどもね、皆さん夏休み魚釣りに行ってお魚たくさん食べて、この暑い夏を乗り越えてください。はい、今日の案内は以上です。どうぞ。